始めます。今日はですね、ちょっと珍しい話というか、普段あまり聞き慣れない話なんですけども、パーリ経典、お釈迦様が説かれた本場の仏教で説かれているパーリ経典の中から、お話をしたいと思います。童子の問いというね、興味深い話であります。お釈迦様のお弟子に、ソーパーカーというですね、これまだ子供なんですけど、これ子供の小さい頃の名前で、7歳で、悟りを開いたと、アラカンというね、最高の悟りまで開いた子供さんの話を通して仏教をね、明らかにしたいと思います。題名がですね、童子の問いというね、こういう題が付けられております。童子、これは子供のことですね。児童の童ですから、児童の童でこうですから、童子の問い、子供の問いということで、お釈迦様ね、この子供に質問するんです。皆さんにとって一番大事な大切なことは何かということで、1から10までね、質問するんです。これにこの人は全部答えて、いやーこいつはすごいと、まだ悟っていないね、お弟子たちもたくさん いましたので、そういう人にね、この人の存在というか、この人は子供だけどももう立派なアラカンだと、いうことをね、知らせるためにわざとね、 謎かけというか、皆さん普通はわからないだろうと思う質問をして、この子供は見事にね、1から10までのね、質問に見事答えたという話であります。今日の話はね、特に1を中心して話しますが、1から10まで、これはもう仏教の全体が収まっている、そういう内容であります。普通の人はね、悟り開いてないと答えられないような、そういう質問をお釈迦様は投げかけて、それに見事に答えたのがこのソーパーカーの、回答でございます。だからこれをね、古来童子の問いということで言われております。これは漢訳、日本には伝わっていないお経なんですけども、漢文ではないんだけども、向こうのね、この南方上座部の、お経には、残されております。もう日本には明治に入ってからは、伝わっているお経ではありますけども、小樹というね、こういう題名がついております。小樹、小さな樹はこれ、暗記して、ね、字はこれ暗記することを言いますけどね、これ一応お経です。お経の名前ね、たくさんのお経が一バトバレになっているお経を小樹というのがありまして、クッダガパータという名前でね、これいろんなお経が、これ実は9つね、9通りの内容がありまして、その中の4番目が、この童子の問いということで紹介されています。内容はね、医学と言いまして、知恵の学と書きますね。知恵の学、これは知恵を学ぶところなんです。仏教はね、やはりね、知恵を学ばねばならない。仏教の目的は悟りを開く、悟りを開いて、煩悩から離れていく、この知恵を学ぶ、そういう内容としてこのね、お経の内容が記されておりますから、非常に難しい内容でありますが、皆さんにとってですね、私は非常に重要な内容が収まっていると思います。それをね、今からお話をしたいと思います。この登場人物が、ソーパーカーというね、子供さんでございます。で、この子供さんに、お釈迦様が問いを投げかけるんですけども、まず簡単に、このソーパーカーのこの人はどんな人かをね、簡単に説明します。この方についてはね、注釈書といってね、仏教の、このお経のにはやっぱり解説書があるんですね。そこにね、結構細かいことがいっぱい書いてあるんです。実際のお経にはね、そういうね、細かいことはほとんどないんです。最初お釈迦様ができた時のお経はね、本当に教えだけをしっかり残したんですね。
で、その後やっぱり教えを伝えていくためにやっぱり具体的な話も必要だということで、後の注釈書にはですね、具体的なあの事柄が結構書かれています。まあ、それやった方が皆さんも聞きやすいので、まあ、それを簡単に説明いたします。まずこの人ですね、まあ、いくつか説があるんだけども、まず生まれて4ヶ月後にね、まずお父さんがまず亡くなったみたいですね。でそこで、このお母さんが、お父さんの弟さんのとこにね嫁いで、まあ、2番目の奥さんとして過ごすようになったと。でところがまだこれ子供なんだけども、7歳ぐらいかな、大きくなって、向こうの子供さんと喧嘩したんです。で怪我をさせてしまったと。で義理のお父さんがね腹を立てて、このソーパーカーをね墓場へ連れて行ったんです。墓場へ連れて行って、そしてね遺体にもうくぐりつけて、もうそして犬やあの狼に食われたらいいということで、墓場に連れて行ってぐっと縄でね縛りつけたと。こういうことを意地悪を、ソーパーカーはされました。でお母さんは心配して、この主人にね、義理のお父さんに、おいソーパーカーどこ行ったんだということで、聞いてもね、知っとっても知らんふりして教えてくれないと。ですけどお母さんは非常に心配した。でそのお母さんはね、お釈迦様は何でも知ってると、こう思ってお釈迦様のとこにね聞きに行ったんですね。そして、まあこの尋ねに行くんだけども、でその時お釈迦様はですね、まあ、神通力があったんで、この墓場にねくくりつけられているこのソーパーカー、これね、悟りを開く素質があるということも見抜いて、何かお坊さんにしたいと思ったんです。そして、墓場に行ってですね、ぐるぐる巻きになっていたこの縄を縛ってね、坊や、お坊さんにならんかということで祇園精舎に連れて帰っていったということで、まあ危うくね殺されずに済んだと。名前がねソーパーカーというのは、これね遺体を焼くものという意味なんですね。遺体置き場、昔のインドはね、はみんなお金がないからね、遺体死んだら遺体をね墓場に持っていくんです。でほったらかしにするそうです風そうですね、もうそう分かりませんけどね、もう本当にもうもうひどい状態になるんですよね。だからもう墓場に行ってもう連れてこられて、もうで一緒にもう死んでしまうところだったのをお釈迦様に助けてもらったと。で墓場でちょっと過ごしたこともあったんでね、遺体を焼く者という名前、これ小さい頃の名前です。大人になったらちょっと名前が変わってね、もう立派なお坊さんですから、名前はまた大人の名前があるんだけどもね。でこのソーパーカーが、まあ、この祇園精舎に連れて帰ってこられて、でやがてお坊さんになるんだけども、でお母さんがね、どこにいるんだいうことで来たところ、まあ、このソーパーカーは祇園精舎にいたと。でこのお母さんはこの執着して苦しんでたんで、子供にすぐね会わせずにね、お釈迦様は説法したと。で説法するとこのお母さん夜かの悟り開いたと、本当かなと思うぐらいね、結構実はねお釈迦様時代ね、夜かという悟り開いた方が結構多いんです、ね。まあ、釈祖の説法がもう抜群にうまかったからかもしれませんけども。でその後ね、まずこのソーパーカーがまずね、祇園精舎に行って釈祖の説法を来て、まずこの人自身がまず夜かの悟り開いたんですね、最初の悟りで、ね。そしてお母さんが来て、ね、そしてお母さんにはすぐに会わせなかった。で横で聞いていたのがソーパーカーなんですね。でそれを聞いていたソーパーカーも、ね、お母さんは夜かの悟り開いたけども、このソーパーカーは荒川まで悟ったと、まあ、こういうことでね。そしてでこのお母さんが、このソーパーカーが出家したいということでね、じゃあ分かったということでお母さんはをね、許して、そして一人で帰っていったと、まあ、いう話がね あるんだけどね。ちょっと皆さんにちょっとお送りした資料は確かそれでやってたと思うんですけどね。
ちょっともう一回ちょっと言いますとね、まあ、このお釈迦様の、元で出家した子供がいたと。まあ、これ出家したのこれで、ね、シャミと言います。シャミ、これ、ね、出家するまではシャミと言うんですね。今で言ったら小僧ですね。小僧、見慣れないお坊さんってことで、尿に言えば小僧ですよね。で、仏典のエピソードを語る場合ね、子供ね、何歳でやってもね、大体7歳というそうです。これはよくわからないんですけどね、これは本当かどうかわかりませんが、なぜかそういう子供でも7歳になってしまってるんです、注釈書ではね。で、この子供のことはずっと書いてまして、これはずっとあってますよね。そして、お釈迦様は、悟り開くことができる徳を持った子供が墓場に捨てられると知って、墓場に行って祇園精舎に連れて来られたと。そしてその子に優しくね、話をしたところ、夜か、つまり解脱の第一ステージに悟ったと。で、翌朝お母様が訪ねてきたんだけども、お釈迦様は子供を見せることをしないで、お母さん執着によって悩み苦しみがあったんで、それを説法することによってお母さんも夜かの悟り開いたと。で、その説法を聞いていた子供はアラカンの悟りを開いたと。で、その子がお母さんの前にね、出てきて、まあお会いできたんだけどもね、僕出家したいということを言ったんで、お母さんもね、大いに喜んだ。子供の頃はね、勝手に出家できないんですわ。やっぱりね、親の許可が必要なんで。それでお母さんの許可を得て、そしてお母さんも許可して、お母さん一人で帰っていたと、まあ、いうこと、こういうエピソードが残っております。まあ、いくつか他にもちょっと似たようなものがちょっとあるんだけどもね、でそこで話を元に戻しまして、一応ですね、修行を完成したアラカンになったらね、みんなからね、供養も受けられるし、礼拝される立場になります。まあ、でもね、悟ってるかどうかはね、お釈迦様しかやっぱりわからないんです。というかね、悟った人はね、俺が悟ったぞーってことはね、まあ言うてはならんことになってるんです。偽物もおりますしね。また誠の悟り開いた人はね、自慢したい気持ちは減りますから、俺がーというのがなくなりますからね、無我を悟りますから、俺はすごいんだぞと、こんな気持ちはなくなるんで、そんなこと言う人はね、偽物の可能性があります。で、悟ったかどうかお釈迦様しか分からなかったんで、他の子供から見たらみんなシャミでただの子供なんです。でもね、幼いからといって、このね、子供はね、この粗末に扱ってはいけないということで、やはり大切に扱わねばならないんで、みんなにね、お釈迦様はこの子供はアラカンの悟り開いていくことを示したかったんです。で、そこで本来は仏教ではね、この正式にビクにならないと正式のお坊さんじゃないんです。シャビはこれまだね、小僧ですから。でもソーパーカーはね、もう正式なビクにしてもいいと、立派なね、お坊さんの資格あるから、特別にね、このソーパーカーだけは、正式なビクに決めてもいいはずなんだけどもね、やっぱり勝手に決めたらよくないと、こうお釈迦様思われて、みんなが納得できる形で、このみんなにね、納得してもらおうと思ったんですね。で、そこで、みんなの前で質問することにしました。いわゆる試験みたいなことをします。その試験に見事ね、この子供が、答えたんで、それでみんな認めたという話なんです。で、この子供に対してね、どういう質問をしたのかと言いますと、1から10までね、質問をいたします、ね、仏教で、一番大切なこと。仏教でもね、教えというのはいっぱいありまして、その教えをお釈迦様ね、法数といって法の数と書いてね、真理を数でお釈迦様ね、いろんなところでいっぱいおっしゃってるんです。だから1と言ってもね、いろんな答え方もあるし、2,3,4,5,6 とあるんだけどもね、お釈迦様は深い知恵の世界を、この数物でいくつか表している。ただどれを答えていいかなかなか難しいんですけどもね、それをね、
この小さな子供であっても見事に応えたという話なんです。で、このじゃあ皆さんどうですかね、仏教で一とは何かと、こういうふうにね質問されたらどんな答えを出せばいいか、まあ、ある程度仏教を聞いた方ならば、答えは思い浮かぶんだけどもね、まあ、いろんな答え方があるんだけども、仏教ではですね、皆さんにとって生きることに欠かせないことを仏教では皆さんに教えてます。皆さんが幸福になることに欠かせないことを仏教では教えております。人生は苦難、苦しみなんだけどもね、この苦しみを乗り越えていくために必要なものをお釈迦様は説いておられます。そういうね、欠かせないことについて一とは何かということをね、知ってもらいたいんです。自分の苦しみ抜きにした話はいっぱいできます。仏教もね、深い真理がいっぱい説いてます。例えばね、面白いのはね、なんとお経にね、ブラックホールが説かれてるんですね。これ面白いでしょ。今でもわからないことがお釈迦様ね、もう普通におっしゃってるんです。まあ神話的な表現で、でもそんなことはね、さらーっとした表現でね、あんまり詳しく説いてない。説いてもね、あんまり役立たないから。皆さん、例えばブラックホール分かってもね、それでね、あなたの苦しみの解決ができるか言ったらね、ほとんど抜けないんですわ。だから仏教ではいっぱい真理があってもね、説いたものはね、皆さんに必要な真理だけです。もういっぱい真理ありますけどもね、仏教で説く真理はあなたにとって必要な、欠かせない、生きることに欠かせないこと、幸福になることに欠かせないこと、苦しみを乗り越えることに欠かせないことをお釈迦様はね、様々な形で仏教で説かれております。まあ、そこでそれを踏まえて一とは何かということをお釈迦様は聞いた。二とは何か、三とは何かと、みんなが聞いている前でね、このソーパーカーにお釈迦様は質問いたします。で、これにね、見事答えたんで、いやーソーパーカーすごいなということで、もうこのまだシャミ7歳だけども、もう正式な20歳になったらビクなんです。もう正式なお坊さんとして認めてもいいと。そしてアラカーになったらね、みんなからも礼拝され、また教えをね、仰がればならない指導者となりますので、そういうふうに皆さん、たとえ年下であっても、仏教は関係ない、年下であってもやはり敬って指導を仰いだ方があなたが幸せになれるからということで、みんなの前でこのソーパーガーが悟っていることを証明すると、まあ、いうことで、この話が紹介されております。じゃあね、一とは何かを今からお話しします。一とは何ですかとお釈迦様がね、聞いたときに、このソーパーカーの答えが鮮やかでありました。一切の有情は時期によって成り立つ、一切の有情は時期によってとどまると、こういう言葉でお釈迦様に答えたそうです。まあ、これ説明しないと分かりませんが、一切の有情、我々のことを仏教で衆生とか有生と言いますね。生があると書いて生命のことを仏教で有生と言います。生きとし生けるもの、人間含めて動物もありとあらゆる生き物はね、時期によって成り立っていると、こういう答えであります。時期、これ食事の食なんですね。つまり食事によって成り立っている。一切の生命はね、食事がなかったら生きていけないんだと。生きるために欠かせないものは食事であると。で、この食はね、日本語で言い換えたらね、栄養にあたります。栄養、我々が生きるためには栄養が必要であります。栄養によって成り立っていると、こう答えたんですね。まあ、これ分かる人は分かるんだけども、最初はね、やっぱり今からこれ説明聞かないとほとんど分からないと思いますから、それを今からね、話をしたいと思います。なんで全ての生命は時期、栄養によって成り立っているかということをね、今から説明いたします。まず仏教でですね、この
私の生命というもの、私というものをですね、命というものを実は仏教では説いてますね。皆さんは命を持っています。命とは何か、命を支え続ける栄養がある。これをまたね、4つに分けてお釈迦様は説いています。命を支え続ける栄養、これを時期と言いますが、これによって我々は生きているんだけども、4種類あると。まあ、これもちょっと今から説明いたします。一つ目を断食という、これは衣食住のこと。まあ、漢字難しいですいませんけど、この断という字はこれね、階段の段、段階の段で、まあ、これは細かい意味なんですね。階段でだんだん上がっていきますよね。だんだんと言いますよね。これ実はまあ、我々の食べ物を言うんです。食べ物皆さん毎日食事しますよ、ね、朝昼晩、あるいは飲み物、あれね、細かくね、崩さないと、細かくね、しないと栄養が摂取できない。だから我々がまずね、この体を維持するには最低限衣食住、まあ、特に食べ物ですよね。これがなかったら私たちは肉体があるものは生きていけません。だからまず断食、これだけはね、肉体の栄養なんです。最低限人間誰もがね、最低限生きていくには、まあ、衣食住、まあ、中でも食べ物がとても大事になる。飲み物、食べ物、それをお釈迦様はね、断食という言葉で、まあ、これ簡訳ですけどね、このまず肉体維持するには食べ物が必要だと。これが一番最初にきます、ね、これがまず一番の栄養ですよね。で、次2,3,4、これはね、心の栄養なんです。我々はね、この食べ物だけでは生きていけない。やっぱり心の栄養がやはりですね、必要になるんです。まあ、これは例えば人間じゃないものはね、肉体ないものは実は必要だから。もっと言えば仏教では動物や人間は肉体あるけどね、実はそれ以外の生命もあるんです。ちょっと信じられませんけどね、生まれ変わってまだ肉体を持たない生命体もあるんで、それで、まあ、この話も実はちょっと関係してくるんだけどもね。で、まず仏教では1番目が断食で、次2番目、これ即食と言いますね。これは触れる食事と書きます。触れる、これはね、本来の意味はね、私たちはね、これ目、耳、鼻、舌、そしてね、体、そして意識ということで、まず私は全6識と言いましてね、まずこの認識機能がございます。それは対象というものに触れるんですね。目ならばね、見たり聞いたり嗅いだり味わったり触れたりして、で初めて認識が生まれる。心というものはね、触れることによって生きることができる。これなかったら私たち生きられない。この私たちの心といったら、生きるといったらやっぱりね、触れることなんですよね。この対象に触れることによって我々は生きるということなんです。これが即時期ね。でさらに3番目がですね、意時期、もしくは意思時期とも言いますが、意欲の意、これ意思の意なんですね。意と言いますのはこれ意思ですよね。何々したいとか見たいとか聞きたいとかね、希望か意志、そういうものが私たち生きてる人はみんな持ってるんです、ね、触れて、そして、意志を持つ。で最後の4番目は識字記で、これは認識の識で、もう一度認識するということなんですけどね。一応お釈迦様は人間の生命、まあ、動物も含めてね、生命というものは一切の有情は、ね、時期によって成り立つ。こういう4つの ね時期を4つに分けますと、衣食住の、まあ、食べ物、飲み物と、あと触れる、そして、意思を持つ、ね、希望を持つ、そして認識するということで、この4つのね、食事、4つの時期によって我々は生きているんだということで、栄養は4種類あると、こういうふうに説かれました。でこれをね、一応これが、まあ、一般的な理解というか、普通理解するんだけども、これをちょっと聞いてもね、ちょっとあんまりなんか、
ピンとこないというか、これがそんなに大事なのかということになるんで、もっとね掘り下げて、まあ、ちょっと私の理解も量言は入るかもしれませんが、これをもっとね分かりやすくちょっとね落とし込めてこの解説を試みたいと思います。これ私はね順番で理解した方がいいと思ってるんですけどね、これをこういうふうにもね先ほど言った意味を踏まえて、この意味で私は今からね説明した方が皆さんの人生にとても役立つと思いますから、ちょっとそれを、ね、今から説明いたします。まあこれは真理ですよね。全ての生命は栄養によって生きることができる。でこの栄養の中でもね、まず私たちはねどういう順番でこの頃が成長していくかをね、それをちょっと見てみたいと思いますね。全ての生命をねよーく見るとに、皆さんまだ自分の頃も含めて見てもらいたいんですけどね、まず全ての生命は断食、衣食住が絶対必要ですね。仏教を聞こうが聞く前が、全ての生命はとにかく食べたい飲みたい死にたくないね、全ての生命は死にたくないんです。みんな生きたい、生きるには衣食住が最低必要なんですね。まあ、人間ですけどね、動物はそういうちょっと心配いらないかしれませんけど、人間で言うならば衣食住は、まあ、絶対必要になります。これがまずねどんな人も必要なものですよね。今ノートでもね大変な人が多いですけど、まずはインフラを用意する、まずは衣食住ができるような体制を最低限ね、これなかったらね後のことがね始まらないんです。まずはね衣食住が満たされることが大事です。でこっから次ね、でもこれで終わったらね意味がないんです。仏教ではただね生きてるだけならば皆さん意味がないんです。仏教ではね心が成長できて、そしてできれば苦しむ世界から離れる身になる、下脱と言いますけど、実はそこまで仏教はね皆さんをね導きたいんです。まずは断食が、まずはね、あなたが生きるためには栄養は衣と食事と住むところが必要になります。次に人間思うのはね触れる食事、まあ、これをねちょっと言い換えて認められるというところに置き換えてみたいと思います。実はね皆さんの頃どうですかね、誰もがみんなね認められたいんです。親鸞聖人方はね、全ての人は愛欲の後悔に沈没しているとおっしゃったんですね。親鸞という人はね教行信証におっしゃってるんですね。全ての人は愛欲の後悔、認めてもらいたいというね思いが広い海のようにあると、こう親鸞は言ってるんですけどね、これなかなかすごいことを私はおっしゃってると思います。私ももう40年以上ね仏教を伝えてきて、皆さんが感じることを自分の頃も含めてみんな認めてほしいです。自分のことをね見てもらいたい、自分のことを大事にしてもらいたいね、自分を愛してほしい、大事にしてほしい、認めてほしい、そういうね自分というものをね認めてもらいたいという思いを仏教で愛欲と言いますね。これ言い換えたら私は即時期で置き換えてもいいと思うんです。みんな誰もが求めているものは愛欲、言い換えたらね承認欲求です。よく世間で言います承認欲求ね、承認欲求、これ世間の言葉ですけど、これなかなかうまい表現ですね。受けたまわる、認めると書いて、誰もがね私のことを認めてくださいと、承認欲求がまずね食事の後に来るそうです。これ世間で言われる心理学で出てくるんですけどね、まずは食事が揃った後、次に皆さん思うのはね承認欲求、私のことを認めてねと、これ実はね結構大事なんです。これがしっかりね認められたらね結構心も成長できるんですね。だって親なんか本当はね子供をねしっかり見てあげたら本当にいいんです。でも人間ってね認めてもらいたいという欲望があってもね、みんな見てくれないからね、なんか価値を求めてね、自分がもう勉強できたらとかね、自分はもうそういう人のできんことをやったりしたら認めてもらえるということでね、この愛欲はね歪んだ状態というかね、
これが歪んだ状態で出てくるのが仏教では煩悩と教えます。自分というものはしっかり認められたらね、心は成長するんです。でも私たちはね、自分が認められないから何かね、価値を手に入れてね、俺が金持ちになったらとかね、俺が有名人になったらとか、俺が優れた人間になったらとかね、これ仏教でこう言います。煩悩のことを正多名門利用と言ってね、私たちがね、ね、人に勝ちたい、ね、勝って認めてもらいたい、他人に勝って認めてもらいたい、そして不特定多数の人から認めてもらいたい、これ名門と言います。不特定多数の人から認めてもらいたい、お金持ちになりたい、ね、金持ちになりたい、こういう心が人間出てくるんですね。これは価値といってね、とにかく私たちはね、自分がね、人よりもね、勝てたならば、ね、人から認められたならば、ね、自分がね、お金持ちになったらとかね、利用、これが正しく認められたら、これそんな起きてこない、煩悩が。でもね、この自分というものが認められないためにね、こういう何かね、価値を求めて、我をね、我を強くして、ね、俺はこんな立派な人間だから、俺は名誉があるから、地位があるから、有名人になったから、いうことで、ね、いわゆる心が歪んだ状態。これが、これ煩悩とも言えるんですね。だから自分というものはしっかり認められたら、心は成長できるんだけども、ね、まあ、今から言う慈悲ですけどね、慈悲をしっかり受けることによって、ね、慈悲を与えることによって心は成長できるんだけども、ね、それがみんな足らんから、ね、何か価値を求めて自分は上だ上だと誰かを見下して誰かを否定して上に上がろうとする、そういうことで実はみんな苦しむと、こういうふうにね、言えると思うんです。だからね、この即時期自分というものをしっかり認めてもらう、ね、親から周りからもね、いわゆる慈悲を受けるということですけどね、まあ、この説法の結論はね、完全な栄養は慈悲であるというのが結論なんです、ね、皆さんが幸せになるにはね、心の解毒剤であるね、完全な栄養をね、いただくことであり、そういう心にあなたがなることなんです。そうしたらもう悟りも開けるし、この世を幸せに生きていけるんです。でもその段階としてね、まあ、まず私たちは衣食住が必要な後、その次に即時期でやっぱり認められるというね、これやっぱり大事なんです、ね、慈悲を受ける、ね、愛情を受けるということは大事ですね。またそれでは自分がやっぱりね、相手を認めることも大事です。善の実践がまた必要になりますけども、認められることによって私たちはこれで安心感というものが得られますね。まあ、この即時期でね、安心感というものが得られると思いますね。やっぱり人間ってやっぱりね、幸せは安心感ですから、この慈悲がまた安心感を満たすんですよね。安心感、安らかな心、これが認められることによって起きると思います。で、人間はやっぱりね、十分に安心感が得られたら、即時期が得られたら、今度はね、自分のやりたいこと、したいことが出てきます、ね、希望を持ってやりたいことをしたい意欲が湧いてくると、こういうふうにこれ読んでもいいと思います。まあ、人間の心の成長を見てみるとね、子供はやっぱりね、安心感が十分得られたらね、本当に自分のしたいことにね、意欲を持って頑張れるんです。安心感があって、次ね、満足感が得られるんですね。満足感、だからこれが意識と、こういうふうにね、私は読み替えてもいいと思います。意識はによって満足感が得られると、安心感があって意識時期と希望とか意思ですけどね、自分が本当にやりたいことをやっていけばいいですよと、ね、安心感があるからね、やりたいことがやれて、で、好きなことができて、またこの世を楽しく生きていくこともできると、まあ、意識、ね、意思の食事、まあ、希望を持ってやりたい意欲を持つということですよね。まあ、これを一時期と、こういうふうにね、味わうのも私はいいと思います。そして、まあ、安心も得られ、
そして満足も得られたら次ね。でもやがて私たちはね、必ず死んでいくんです。人はね、必ず死んでいかねばならないとなったらね、これでいいんだろうかと、ね、この世をね、ね、幸せに生きることは大事なんだけど、やがて死んでいくと。そうすると全てこのシャバにね、置いていかねばならないね。お金を儲けてもね、家を建てても最後はみんなこのシャバに置いていかねばならない、ね、死んだ後残るものは一体何かといったら、それは業でございます。業、ね、業だけが残る。で、業をね、良いものにしていかねばならない、ね、業だけが残る、ね、あなたでやった行いだけはね、死んだとも持っていけるんですね。この業をね、変えていく、つまり心の成長であります。心を成長させる、仏教では、まあ、下脱と言いますけどね、人生の目的ね、あなたが人間に言われてきた目的は何だろうかといったら、苦しみ悩みの世界、私たち生まれ変わり死に変わり実はしてるんだけども、苦しみ悩みの世界から下脱、苦しみからね、解放され、苦しみの世界から脱出する下脱、これが仏教の目的でございます。親鸞聖人は下脱の降臨極もなしと、ご和さんにおっしゃってますけどね、仏教では全ての仏教に共通している教えは、仏教の目的は下脱であると。で、これをね、色敷として味わうと、ね、だんだん人間の頃はね、成長していく過程において、やはり一番必要な食事は人生の目的を果たすことだと、こういうふうにね、言えるかと思います。で、そこでね、この4つの食事をまず2つにまとめますと、体の身体の栄養と、これが1番目、234が、これが心の栄養でありますね。大きく2つ分けれます。で、一言で言ったらね、じゃあ皆さんにとってね、いつは食事なんだけどね、じゃああなたにとって一番の栄養は何なのかということですね。一番の栄養、仏教では ね慈悲と教えるんですね。慈悲、ね、あなたの心に一番大事な栄養は、完全な栄養とは慈悲なんです。この慈悲があったら皆さんね、この世を幸せに生きていけるんです。また生まれ変わってもね、どこに生まれ変わってもね、あなたは幸せに生きられます。こう仏教としています。で、やはりね、この世をね、まあ、幸せに生きるね、この慈悲がないと、またね、悟りであるね、この知恵もまた得られないんですね。仏教ではこの知恵と慈悲はね、表と裏の紙の表との関係で、別々じゃないんですわ。知恵を売るには慈悲を育てないといけない。慈悲があるから知恵も生まれるということで、やはり慈悲こそがこの世を幸せに生きていくね、一番欠かせないものなんです。最初言いましたようにね、仏教でいろんな真理が説いてますけどもね、真理の中で皆さんにね、まず生きることに欠かせない真理は何か、幸せになれる真理は、幸せになることに欠かせないものは何か、この世を人生苦しみだけどもね、苦しみを乗り越えていくし、ね、欠かせないものは何かといったら、やっぱり仏教では慈悲だと教える、ね、でもこの心が人間にはないんです、ほとんど。だからこれをいかにね、育てていくかなんですね。これをね、これがみんな無慈悲だからね、みんな苦しんでるんです。俺さえ良ければとみんな思ってね、このみんな無慈悲だからみんな苦しんでる。人生が苦しみとなるのはね、これと逆な心ね、いわゆるもう煩悩ですよ ね。それで我々苦しんでる。だからそこでね、ほっといたら皆さんはね、私たち含めてみんな苦しまねばならない。そこでこの心の解毒剤として慈悲の心を成長させていくということを仏教では教えるんです。だからこれ煩悩ということを問題にして、煩悩から離れていく、ほっといたら私たちね、ろくなことやりませんからね。それでこの慈悲ということをいかにね、また育てていくか、これが仏教の課題となります。そこをちょっとね、
あの書いたのちょっと読みながら見ていきたいと思います。先ほどのところね、ちょっと紹介いたしますと、これ栄養についてちょっと言いますとね、この栄養は4種類ありますけどもね、その中でね一番大事なのはやっぱり私はまあこの一つで言ったらね、やっぱり自費だと言ってもいいと思いますよね。完全な栄養とは何かと言ったらね、まず心にね毒を盛らないこと、毒を盛らないこと。私たちはね心にね悩み怒り嫉妬などがあったらね、心だけじゃなくて体もね壊したりねするんですね。皆さんどうですかね、悩みがあったらね体も悪くなりますね。これ悩みやストレスがあったらね、いくらごちそうを食べてもね体はね栄養もねしっかりね正しく分解しないんです。だから仏教ではねやっぱり心をね楽しい心、喜びの心に変えていくんです。逆にね皆さんが心が穏やかでね楽しく生きていたらね、粗末なものを食べてもね体は栄養を正しく吸収して分解してくれます。だから仏教ではねまさにこの煩悩を問題にしてこれをなくしていくんです。怒りとか憎しみとかね嫉妬とか、これは仏教ではすごくね毒であるとおっしゃる。毒、煩悩はね毒なんです。あなたを苦しめる、ね、人間はそれを知らずにね心にね栄養自身じゃなくてね毒ばかりを与え続けているのが人間なんです。だから自業自得ですけどね、自分で毒を作ってそして苦しんでるんですね。だから仏教ではね、この心の栄養をね与えていかねばならないと教える。でそこで初期仏教ではね、これ慈悲についてはね慈悲の瞑想と言いまして、徹底してね慈悲の瞑想というものを教えます。これは私よりいいと思うんですけどね、そういうのがね、まあ、あと言いますけど下良心慈悲者のね瞑想というのが初期仏教では詳しく教えられます。でね、あなたの慈悲の心が成長すると喜びというものが起きるようになるということでね、仏教ではねこの喜びをまた大事にします。大乗仏教で、まあ、浄土真宗で言うならばね、皆さんが阿弥陀仏に救われたら、皆さんが仏法をね求めていったら心多歓喜の幸せになれると教えますね。心に歓喜王子と書きます。これ元は龍樹菩薩の言葉ですけどね、龍樹が体験されておっしゃったんです。これ皆さんもなれるね体験ですよね。仏教を聞いていけば必ずあなたにね心に歓喜が多くなると。歓喜とはこれはまあ日本語では歓喜ですけどね、仏教では歓喜と濁りますけど歓喜が多いと意味ですけども、歓喜と言いますのはこれは歓はこれ親鸞の味わいですよ。親鸞は歓はね、身を喜ばせる体、気は心を喜ばせるとこういうふうに教えます。これ漢字で意味です。歓は身を喜ばせる、気は心を喜ばせるとこういう意味で仏教では捉えます。でまたね、有名な正真言にはね、親鸞聖人正歓喜寺正安楽とこういうふうにおっしゃってます。これ龍樹菩薩のところで出てくるんだけども、龍樹菩薩はね仏教を求めてご自身がね歓喜寺というね不退転の位にたどり着いたと。これ仏教で諸寺と言います。悟りの最初第一段階、初期仏教では夜会にあたりますね。非常に喜びにあふれた地はこれ大地の地で二重で割らします。地というのは、柱がね大地に立ったら動きませんよね、不動。これを地で表すんですね。もうあなたは、ね、壊れない崩れないね不動の心になりました。もう喜びがずっとね結構続いて、ね、いつも歓喜が多い身になれる。その歓喜寺を悟ることができたのが龍樹菩薩であります。そうすると、ね、未来は安楽、安らかで楽しい国、安楽国に生まれることができる身になった。
で信頼という人はね、また歓喜をね、これは、ね、今も喜べるけども未来に対する喜びでもあるとおっしゃってね、この歓喜はね、未来ね、必ず自分は仏になれる、そういう意味を込めてね、これは未来に対する喜びであるともおっしゃってますね。そういう未来が明るくなるというかね、そういう身になったのを歓喜時と言います。で、この歓喜になるのはこれね、喜びがあるということは怒りが減ってるんです。仏教ではね、あなたに喜びがあったら絶対ね、少なくとも歓喜があったらね、怒りは起きてません。だから仏教ではね、喜びをとても大事にする。あなたにいつもね、栄養があったらね、いつもね、喜びを持って生きることができる。これが皆さんにお勧めできるね、喜びがいつもあったらね、ストレスはないです、不安もないですね、不満もないです。いつもね、これたとえね、悟れなくてもね、喜びのある生活はできるんですよ、仏教をしっかり聞いて実践したならば。まあこれは悟った人のね、体験ですけどね、私は悟るまでいかなくてもね、喜びはあると仏教で教えますよ。喜びを持って聞いていくのがいいんです。喜びやったらね、脳も活性化されてね、頭も悪くならないし、良くなるとおっしゃってます。仏教を実践すればね、喜びが起きてくると教えるんです。で、それをおっしゃったのがね、第五の章で言いますと歓喜行というね、教えが仏教にありますね。これ阿弥陀仏のお力を言います。阿弥陀仏はね、第五霊寿経という経に光を十二通りに分けて教えてね、その中の一つにね、歓喜行と教えます、ね、歓喜行、これは怒りを消す働きね。今日皆さんも降り注がれているんですけどね、阿弥陀仏に救われた人は歓喜行が実感できて、いつもね、歓喜にあふれた心になって、そして歓喜の心によってあなたの怒りをね、消すことができるんです。まあ清浄光、歓喜光、智慧光といってね、清浄光によって貪欲を照らして、歓喜光によって怒りを照らして、智慧光によって愚痴を照らすという言い方をしますけどね、この怒りというものがあなたを苦しめる、これが地獄を生み出します。それをね、仏教ではなくしていく教えです。あなたに喜びがないから腹立つんですね。いつもね、喜びがあったらね、怒りは起きにくくなります。だから仏教では、ね、いつもね、慈悲に、慈悲をね、栄養にして、いつもね、喜びの生活をしなさいと教えるんです。それはできますからと、ね、歓喜行の働きで怒りをね、まずは私の心を照らして、怒りをまずね、照らして、そして、薄めて弱めて、やがて怒りを消すところまで、導いてくれるのがこの歓喜行の働きですね。まあこれはあの大乗経典の、大乗仏教の教えですけどね、仏教は本来私は一つだと思いますから、初期仏教の教えはね、別に矛盾はしないと思います。で、完全な栄養をね、心に与えていく。そして親鸞聖人はね、最終的には大慈悲心をね、賜るというか、大慈悲心となるところまで私たちは進まなければならないと教えます。まあ親鸞聖人はね、ご自身の信心決定体系をね、大慈悲心とおっしゃってるんですけどね、ちょっとすごい境地ですけど、大とは変わらないね、全ての人をね、に対する慈悲の心を持った心ですけどね、先ほど言った初期経典ではね、みんなにね、この慈悲の心を成長させるための方法として、慈悲の瞑想というのがあります。これ割と有名なんだけどね、慈悲の瞑想というのがありまして、それでね、慈悲の心を育てていくと、まあ、こういう修行法があります。これは小さい子供からね、無幼稚園児でもね、教えてるそうです。どんなかといったらね、この慈悲喜捨というのがありまして、これをね、実行していくんだけどもね、仏教でね、四無量心という教えがあります。四無量心、これだけはね、チベット仏教も大乗仏教もね、初期仏教みんな同じ、親鸞聖人もね、これについては教行信証信歌におっしゃってます。でもあまり説法はないですけどね。どんなかって言ったらね、皆さんの心をですね、4つのね、
限りない、ね、無量の心に育てていくという、そういう教えなんですけどね。あなたの頃、今はね、もうガリガリで、本当に情けない頃しかないかもしれませんが、これを仏教では四無量心へとね、成長させていこうとするのが仏教なんです。言い換えたらね、自力者の心、これを育てていくのが仏教なんです。どういうことかと言いますとね、まず自我、これ慈悲の慈で、これは慈しみ、友情の頃です。友情ね、幸せになってもらいたいところで、余楽と言いましてね、幸せになってもらいたい、楽を与えたい、生きとし生きるものが幸せでありますようにという心を仏教で慈と言いますね。対象はね、できればね、友人や知人だけじゃなくて、生きとし生きるものに向けて、生きとし生きるものが楽、幸せでありますようにという心をね、まずは無理やり念じるんです、ね、そういう訓練するそうです。生きとし生けるものが幸せでありますよというのが慈の瞑想ですね。慈。次、悲はこれね、バックと言いまして、苦しみを抜いてあげたい、ね、バック、苦しみがなくなりますようにという心ね、まあ、悲しみですから、こう共感の意味ある、共感ね、人の苦しみを我がことと受け止めてね、苦しんでる人を見ると悩み苦しみがなくなりますように、ね、できればそれをね、生きとし生けるもの、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますようにという心で生きていく、これが火でありますね。メッタカルナと言いますけどね、火の心とは共感する、苦しみをね、ね、抜いてあげたい、ね、人ごととして思えない、どうか悩み苦しみがなくなりますようにという心を念ずる、これがね、あなたを幸せにする、ね、これがね、あなたの心を豊かにする、あなたを幸せにする心なんです、ね、不思議ですよね。これが起きたらね、幸せの心になれます、喜びが起きてきます。不思議ですけど、これを育てていったらね、もう幸せになれます。でさらにレベルが上がったところで言えたらば、今度は木の心ね、ムディターと言いますが、これはね、人の幸せを共に喜ぶ、ね、生きとし生けるものの、ね、願い事が叶えられますように。普通私たちはね、人の幸せを見るとね、嫉妬が起きます。嫉妬が、嫉妬じゃなくて、ね、共に喜ぶ、人の幸せをね、我が事のように喜ぶ、こっちは苦しみは我が事のようにね、苦しみを受け取っている状態ですけどね、で苦しみ抜いてあげたい、こっちは人の幸せを妬むんじゃなくて共に喜んであげる、これをムディターと言って、これが喜捨のキーなんですね。人の幸せを共に喜ぶ、これが起きたらもうすごい幸せになります。嫉妬が本当消えます。そういう風に持っていくのが仏教なんですね。喜の心を育てる。で最後の捨、これはね、一番レベルが高いんだけども、これ執着を捨てる、好き嫌いを捨てた心、ね、全ての生命を平等に見る、ね、好き嫌いがなくね、生命を見れる状態、ただこれはね、悟りの光が現れますように、生きとし生けるものの、ね、ものに悟りの光が現れますように、全ての生命をね、好き嫌いがなくなった心というか、ね、生命に上下はない、平静な頃、どんな生命も ね平静なね、眼で見ることができる、好き嫌いがなくなって物事が、生命を見ることのできる心ね、悟りの光が、知恵の光が現れますようにと、全ての生命が悟りの光が現れますようにという心、これをね、毎日ね、朝昼晩みたいな感じで、唱えたらね、そういう頃ね、なれますということで、初期仏教ではね、それが教えられます。私はこれが一番いいなと私は思ってるんですわね。最初はなかなか起きませんけどね、やっぱりこれを訓練していくということによってね、まあ、これが大乗仏教ではね、念仏に変わったのかもしれません。仏様と言ったら何かと言ったらね、この四つの頃をね、いつもね念じている方なんです。だからこれで、ね、私は
念仏とに置き換えて私はいいと思ってるんですわ。仏の頃というのはね、四無量心、これが仏の頃なんですね。これを念ずるのが念仏だと、こういうふうにね、私は言い換えてもいいと思ってるんです。本来念仏と言ったらね、仏の徳を念ずるんです。仏の徳と言ったらね、この四つの頃なんですよね。これがある方が仏様なんです。そこを目指して我々は進んでいきますから、この心がないから幸せになれない。だからこの栄養をね、しっかりね、注入していくというか、心にね、それによってあなたは幸せになれますと。だこういうふうにね、置き換えたら私はここは結構すっきりしたんですけどね。皆さんの人生でね、一切の不浄は時期によって成り立っている。一番の栄養はね、慈悲であるということですよね。これがあったら、皆さん何度も言いますけどね、生まれ変わってもね、幸せに生きられます。だからこの世を幸せに生きられる、生きられるからこそ悟りも開けるんです。逆にこれがなかったらやっぱり悟りもね、時間がかかります。だからやっぱりね、仏教では慈悲を育てていくというね、教えが仏教にあるんですね。まあこれなかなかね、起きてきませんから。だから他力傾向で賜るというね、そういう浄土真宗の教えもありますけども、まあこの慈悲の心、これが仏教では完全な栄養だと教えてね、これがあなたの心の解毒剤、これがあれば、煩悩から離れていける、ね、あなたを苦しめる、ね、原因がなくなっていきますよと、こういうふうにね、仏教では教えられます。まあ、同時の問いの最初の、答えは、意志とは何かといったら、ソーパーカーは栄養だと、時期だとおっしゃった。で、4つあるけども、ね、まずは衣食住を満たす、そして認められる、そして、希望を持ってやりたい欲を持って進んでいく、安心満足を得て、そしてそれでもやがて最後死んでいきますから、まあ、最後本当に求めるべき一番の栄養はやはりね、人生の目的を果たす、解脱を果たす、ね、これがまさにね、究極の、食事なんですけどね、それやっぱり言い換えたら栄養であります。まあ、1,2,3 でもね、まとめたならばこれも栄養と言ってもいい。つまりこの栄養と言ったらやっぱり慈悲であります。慈悲の心、これをね、これによって私たちは幸せになれるということをね、まあ、これ詳しい解説がちょっとあまりないんで、いろんな味わいができるかもしれませんけどね、まあ、答えはこれでスパッと終わってまして、これをどう読み解くかなんですけどね、まあ、こういうのはこの後ね、2,3,4,5,6,7,8,9,10 とあるから、まあ、せっかくですからね、この後まあ、簡単にでもいいかなと思って、じゃあ生きることに欠かせない2とは何か、3とは何かをね、この後お釈迦様から、聞いてみたいと思います。はい、じゃあ休憩入れたいと思います。